はい、というわけで、はじめしょうちょうの畑活動休止中ですが、はい、なんとですね、はい、っていうか待って、久々じゃない、久々じゃない、久しぶりですね、ぐるっとね、みんなこうなっちゃって俺カメ、このカメラ久々に見た、お久しぶりです。これ持ってる人見て、え、今日何撮るんですか畑って言って、もう撮り慣れてなすぎて、はい、ここどこっていうねなんか、はじめくんがとりあえず来てくれと言われてやってきました。はい、もういるんすね畑みなさんすいません、はいはい、ご苦労いただきまして、はいはい、本当にお願いしたいことがありまして、今日も。お、うん、なんだ？寿司食べていただきたくて。お、そんなことは。お寿司を、どうしてもお寿司のお皿がたくさん欲しくて。ほう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 。くら寿司さんのビッグラポンって知ってますか？あ、はい、あのお皿5個入れて、5皿入れると、あの一回ゲームができて、で当たったら商品がもらえるよっていう、うん、あれを今コンプリートしようとしてるんですけど。コンプリート、はい、あの僕今50皿ぐらい食べてみてたんですよ。やばっ、2個しか出たやつ。2個嘘でしょ。一応全14種類なので残り12種類あるんですけど、ちょっと一人だと難しいような気がしてきたので。難しいですね。ちょっと難しいので、もしお腹が空いてる方が皆さんいらっしゃいましたら、お皿をくれないかなと。なるほど。会計は僕設置しますので。あ、はい、好きに食べていいです。無限にできれば1貫のシャリハーフとか。ああ、ちょっと効率だよね。家族はそういう感じでいただいて、ちょっとそう、お願いします。ああ、やばいところ、やばいところで。好きなの食べてもらっていいんですけど、一応僕が50したら食べたなみたいな。なるほど。だけはちょっと、ね、1人50。どっちかというと皿の枚数が重要なんですもんね。そうですそうです。から一貫のシャリハーフとかだと一番皿稼げるなっていう。値段は気にしなくていいですね。値段は気にしなくていいです。すごい。めちゃくちゃ神企画、神企画。中トロ行きましょう。中トロ、中トロ一貫とか。あ、そういうのですね。シャリハーフがある。シャリハーフの4がもう、あ、これ安杯だ。頼んどきますよ。これもデフォ、デフォ、デフォ、これデフォなんですね。激アツじゃん。これ NB です。これ NB なんだ。君喋った。はい。おい、おいしそうだな。とりあえずじゃあ頼んどくよ。結構ありがとうございます。じゃあ我々はメインの卓に戻ります。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。食べます。いっぱいシャリハーフが4名。やべえ、一応危ない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 。じゃあもう協力して。今これ、俺何回押した？これ。もう5回ぐらい。自分が食うやつ全部頼んだもん。あ、もう来た、来る、もう来る。あ、いいよ。すいません。よろしくお願いします。僕これ食べれないんですよ。あ、もう全部食べます。はい。なんで僕、あの、アナゴ。これなんつったっていうか。これわかんないです。まもなく到着します。何か分かんない。とりあえず並べますか。はい。シャリハーフってこんな可愛いんだ。え、これだったら結構割と無限では。確かに、確かに。じゃあ。いただきましょうか。いただきます。いただきます。手始めにマジック見せようかな。マジック。目の前の4皿を3秒でなくすというマジック。いただきまーす。はい。うんうん。うんうん。あ、そう、4皿。3秒で4皿もらった。おいしい。いただきます。バカうま。でめちゃめちゃ食ってる。これが一貫シャリハーフのマジックですね。すごっ。いいねそれ。でもこれシャリハーフないけど言っちゃいますね。大地君食えない。パンアジシュース天南蛮は。なんこれ。パンアジシュース天南蛮です。切るとこおかしい。納豆一本待ち。これ長いから。これの大体2倍です。2倍。読めないよ。これ何セットぐらい。すごいなそれは。どうでした。これスピード、マジスピードだ。走れる近くでも何個します。これで21ぐらいだから、これも1セットぐらい。お皿はこっち、お皿ついてないの。なんかあの終わった。マジ終わった。誰これ。何やってんの。いや、ちっちゃいと思ったんですよ。何やってんの。これが4つ。納豆巻き。ちっちゃいと思って勝負注文したら
いやでもさ、でも確かに確かに言うほどじゃないから。いただきます。俺ももらうのいいな。はい。てかこれ全員来てる。うわ。うわ。いや俺たち頼むの下手かもしれない。いやこれはこれはでも大地くんがもう生もの食えないんで。これ大地ちなみに頼む天ぷら。それ鶏肉です。え、マジ最高やん。見てください、これ、このサイズ。俺さ、普通にお寿司屋さん行くとさ、納豆巻き食べるんですよ。うまいですよね。さ、嫁がすごいバカにしてくるんで。なんで？え、お寿司屋さんまで来て納豆巻きみたいな。なるほどね。それ、バカムカつきません？すみません、嫁いないんでわかんない、これ。20。おお。30は無理。意外と納豆巻きありだったなって。あ、納豆巻き全然確かに。全然ねダメージきてないから、うん。納豆巻きじゃ何入れますか。4。すごいね。これよこれ。すげえタバコでみんな食るやん。うん、見た、全然いける。これだわ。やってみ。いいです。 やって。いや、さすがに、さすがにっすよ、これとそれ一本が同じ価値ですそう言われ、そう言われちゃうとね。生魚食える人はそれでいいんだもん。半熟マンゴー4やすか。え、それすごい量っすよ。なんで今言ったんだ。終わった、終わった。終わったやん。あ、大地くん、プリンで。いや、プリン俺全然いきますよ。20は。いきましたね。4食ってみたし。 4? OKOK。 俺食うもんなさすぎて、納豆巻き4本食ってる。これ合わせたらもともと1個だったやつですよね、これ。いや、2個で。あ、そうか、どうなんだろう。この感じだって外かわすもん、これ。でもこれ意外と。あ、確かに。うめえ。俺マジプリン大好きだから。めちゃくちゃ好きなんです。いやマジで大好きです。あ、なるほどね。これ一回入れてみればわかる。結構な質量。パンパン。うめえ。なんだ。めちゃめちゃ美味しいんだけど。どうですか皆さん、あの30過ぎて大食いしてる気分は。危険を感じてる。若かったですね我々もね、あの時は。たまに思うで、最近またちょっとそういう大食いとか早食いやりてえなみたいな。あ、その時期ありますよね。やりてえなってやってこれ2回1だな。もうダメなんだ、体が対処できない。そのぐらいの量で。だからもうトゥイとかと比べないでほしいよね。ケンスケとかね、ケンスケ、トゥイとか、あいつら若いからさ。トゥイって何歳だっけ。つい25?26。え、もうトゥイは荒さなの。荒さじゃないか、26は。陽平くんもそれ50ぐらいいってんじゃないの。これね、あと9足らないんですよ。41いってんだ。今30なんだよな。で、ゼリー4つ入れたから34でしょ。35、36、36、36、30ぐらい。え、30ぐらいだ。ゼリーって取れた。あ、瀬戸田ゼリー多分みかんっぽいやつか。はい。いや、こっちだったらなんだって。27。あと23。クォーターでいいけど。またこっちも数えて。マジでまだ食えそうだな。これはフィニッシュですか。ありがとうございます。素晴らしい食べっぷりです。いや、食べるのことを祈る波ですね。本当に年齢が邪魔をしまして我々も。大丈夫、僕もです。明日はさらにコンディションを整えて。明日やるつえじゃん。これで俺がビッグラポン全処理出せばもう終わりです。そうね、はい。出なかった場合はちょっとまた明日という明日可能性もあると。まあ我々は美味しくお寿司をいただくだけなんで。そうですね、本当に。じゃあちょっと回してくるね。はい、僕らも祈ってます。
食うだけなんで。2日目でございます。最後2日目ですね。すいません。今日も今日ただ全部出すんで。ありがとうございます。おごりってことですね。なんか今日はランキングつけるみたいな。はい、やっぱり久々にそのキャパのやっぱ順位つけたいなと思います。わあ、これ最下位はね本当に。確かに。そうです、取ってないからってね、ぬるま湯に使ってちゃダメですよね。確かに、久々の畑だからね。確かに、これは昨日はどれぐらいだった、昨日どんぐらいだったんだろうね。俺多分僕、56ですよ。強っ、56? 56? リーセンそこで、あ、でもデザート抜くと51。あで、僕は50です。いやいや見てましたよね。確かに50マジで食って、はい、40はいってない気がする。37とか30ぐらいでしたね。30じゃん、それ28じゃないですか。ないんですよ僕。ああ、そうか、いろいろ昨日寝る前にもうメニューを見まくって、何が一番いいかって考えた時にこれでした。卵ね、2貫あるけど、一番僕は食べれるのはこれです。本当に洋平くんめっちゃ食ってたけど、はい、60? すみません、実際40とちょっとぐらいです。確か41とか入ってるな。松戸さんだっけ。いや85ぐらいやったその俺。ちょっと皿のランキング表とか作ってくれて、手表をね、確かにね、漏れなくビリはこれなんかビールは。これは1位の人。あ、なるほど。なるほどね。皆さん今日もよろしくお願いします。お願いします。そりゃそうなんだ。そりゃそうなんだが。見て。俺。今41。41？すごい。10ぐらいです。10けど今食べ始めたら、そう多分まだ。そちらはどうですか。こちらもアナッチが今一番食べてて、どうぐらい、38、えぐ、2、4、6、2、4、5、あ、36でした。4円でも結構いた。あ、でもこれ30です。これまた増がね、10。いや僕もこれとあれ、僕このこれとこのミニデジデンスみたいな感じで。ミニデジデンスだ。いやでもまだ頑張ります。これも大勢50いきます。それじゃあ皆さん最終お皿枚数を教えてください。いいですか。はい、54。やばいって。54。あと追加で言うんですけど、醤油なし。醤油なし。それはすごいのか。すごい。すごい。あと3種類のみ。やば。小麦粉入ってるから選択肢が増せば待ってて。そういうことか。でもその代わり機械的にそのなんかスパスパ食べれました。なるほどね。値が44。じゃあいいのみだ。まあ。私がこれマンゴー入れて45っすね。45。おお。あ、でもマンゴーこのお皿なんで残念ながら。43、43です。トイは43です。僕もこれで41です。おお。俺は27です。大食いの時の俺や。食べれるもの少ないから2貫が多かったんでしょ。そうです、2貫のものしか食べれなかったんです。実質ね。いやでもこれは27。そう。で2貫食べたっていうのはまあそれは言い訳になっちゃう。いやまあ実質27ね。はい、というわけで負けでございます。
やっぱお寿司といえばみたいなのがいいかなと思います。あ、確かにね、お寿司で競い合いましたからね。やっぱ大好き、苦手って言ってたんだよ、そのお寿司が、はいはい、その海鮮が苦手だって言ってたんで。そうですね、特別なあの卵の握りをお、はい、え、あのマタゾーに作らせまして。え、あ、マタゾー特製の、はい、大地くん食べれるやつをこう作ってあげて。わかりました。ご褒美やん、お寿司。マジでご褒美やん。マジで本当にめっちゃ美味しい。多分食べれるお寿司を食べるだけ。え、そうそうそう。へえ、それがこちらです。なんか変じゃね。え、何それ何それ、ウニ。うわ、いや多分あれですね、バジルまぶしてあるんで。多分バジル、なんか塗っちゃってる。いやいや、あのバジル入ってる。バジル、バジルで塗っちゃってる。上の卵もなんかこうこれ卵のね、ほんと黄身のあれでしょ、黄身の大事な成分だけ取ったんでしょ。そうです、高級卵のほんと黄身の中のほんと大事な成分だけ。確かにスイートスポットみたいなのがあって。あ、高い卵ってなんか濃いし、なんか質量すごいから。そう、卵何個ぐらい使ってたっけ。50個。50個、これに50個使ってんの。50個割って、黄身だけこうやって抜いて、中の、あの希少な部位だけ乗せて。手間暇もかかってると。いや、すごい、もうすごいコストのかかったお寿司ってことね。いいですか、いただいちゃって。いただいちゃってください。もう手で、あ、手でいけるかな、これ。手でいける。あ、粘度がすごいですね。成分がね、握り甘い。握りちょっと、やっぱいいものって食べづらいっていうところじゃないですか。まあそうですね、うん、足に振りすぎちゃった。そうですね。ちょっと横掴みでね。はい、お願いします。あらららあらあら、あーあー、ごめんなさい。うわ、釣りやすい。希少部位ですよこれ。希少なにこれ、すげー。で、これこれ米ですか。米です、はい、シャリシャリとパクって、はい、いただいていいですか。シャリちょっと、あ、本当だ、もったいないもったいない。これシャリも高級ですもん、ね、シャリすごいですよこれ。ちょっとじゃあ後でかかって、これパクっていってパパっていきます。はい、はい、じゃあすいません、いただきます。どうぞ。卵、いただきます。うん、うん、おお、うん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 、何、何度、うわ。いやいや、え、何、え、そんな、待って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 、何何、辛い。あ、すごい。顔面白くなりすぎっすよ。バカの紐が。あ、ごめん、あ、口内裂けて。あー、染みた。激痛。あー、きちいな。すごい、絵に描いたような汚物が。これはちょっと見せられないですね。ね。まだ完食してないんじゃないですか。